モニター開発って50代以上モニター専門家モニケンです。モニケンです。今回レビューさせていただくのはエイサーニトロ VG2529LV BMIIPX。 最近ねよくレビューしてたモニターが 4K144Hz の高級モニターばっかりだったので、ちょっとね一般人には手が出しにくいなっていうものばっかりだったんですけど、こいつはフル HD の 165Hz なので比較的お求めやすいお手頃なお値段とスペックになっております。エントリーモデルのゲーミング PC を使ってる方や PlayStation 5や Xbox シリーズみたいな最新ゲーム機で高リフレッシュレートでゲームをプレイしたいっていう人は必見。高評価しろ、レビューにはそれが必要だ。それではスペック紹介からいくぞ。まずモニターサイズですが 24.5インチ、FPS ゲームの公式大会とかでもよく使われてるサイズですね。プロゲーマーとかはオフライン大会とかを見据えてねこのサイズのゲーミングモニターを使う人がめちゃ多い。僕も個人的には FPS ゲームをプレイするってなったら 24.5 インチのゲーミングモニターを使ってます。画面全体がね視界に入るのでゲーム内の情報を見逃しにくいんですよね。そしてモニターが1秒間に画面を更新する回数、こちらを表すリフレッシュレートは 165Hz。 最近は以前まで主流だった 144Hz から 165Hz にアップグレードしてますね。リフレッシュレートはその数字が高ければ高いほど映像が滑らかでぬるんぬるんになるので、映像がねカクついてるなって感じることがかなり少なくなります。 165Hz もあればリフレッシュレートが重要になってくる FPS ゲームだって全然最高ランクを目指せるぐらいのぬるんぬるんさ。もちろん FPS ゲーム以外のゲームだってぬるんぬるんになるのでリフレッシュレートは高いに越したことはないですね。あと画面の色が別の色に変わる時の速度である応答速度は 0.5ms。 応答速度っていうのは計測方法がねいろいろあるんですけど、このモニターは G2G っていう一番一般的な方法で測られてて、あるグレーから別のグレーに色が変化する時の速度を計測してます。でこの G2G で 0.5ms ってなるともう全然オート速度が超重要な FPS ゲームも動きが速い敵がねブレずにしっかり視認できちゃいます。もう最速クラスですね 0.5ms は。続いて映像を構成するドットの数、モニターの映像ってちっちゃいドットがねいろんな色で発光して作られてるんですけど、そのドットの数が 1920×1080 のフル HD と呼ばれる解像度になってます。さらに上に行くと WQHD とか 4K とかってのがあるんですけど、解像度が上がるとリフレッシュレートが高いモニターはね値段がグッて上がるんですよね。なので予算にそこまで余裕がないよっていう人は解像度はフル HD でリフレッシュレートを高いモニターを買うか、リフレッシュレートは低いけど解像度が高いモニターを買うかっていうのを選ぶ必要があります。ただ FPS とかみたいな対人ゲーをやるっていう人は基本的にはねリフレッシュレートが高いモニターを選んだ方がゲームの勝率とかはね上がると思いますね。解像度は上げることでゲーム機とか PC の負荷も上がりますしね。そしてモニターのパネル、これは IPS パネルと呼ばれるものを採用してます。パネルっていくつか種類があるんですが、 IPS パネルは現実の色に近い色を再現する色再現性が高くて色味が綺麗、あとモニターをね斜めから見た時でも色味が変化しにくいっていう特徴があります。なので作業用とかねサブモニターとかそういった用途にもよく使われる万人受けするパネルになってます。他にもグラフィック重視のゲームをやるときとかもおすすめですね。で最後に気になる価格、こちらは32,800円。まあ、ここまで紹介したスペックとしては平均的な価格かなって感じ。まあ、パッと見のスペック以外の部分についてはこれからねこいつを開封して実機を触りながらね紹介していきましょう。それでは開封いくぞ。では開封していくんですが、ちょっとねこれ注意事項があります。開封の時モニターの入れ方が少し特殊で、ちょっとパーツをね出してから発泡スチロールを外します。発泡スチロールがね上下に分割された形なので、箱を横にしてバッと操作するとモニターがね床とかに叩きつけられちゃうかもしれないので注意しましょう。で今取ったパーツから見ていきます。まずこれはスタンドですね。スタンドでユーザーマニュアル、電源ケーブル、内蔵型ですね、ディスプレイポートケーブル、長さは 1.5m、 HDMI ケーブル、こちらも長さは 1.5m、 そして台座 V 字型ですが下は
平面ですね。3点倒立型ではない。そして、モニター本体。このまま組み立てていきましょう。柔らかい布の上とかに置いて、組み立てるのがいいですね。僕はちょうど別のモニターの発泡スチロールが手頃なところにあったので、それを使ってます。皆さんもね、別のモニターの発泡スチロールがあったら、それを流用してもいいでしょう。で、組み立てですが、この台座を、モニターの背面のこの凹みに、音がカチッとなるまで、しっかり入れてあげます。こんな感じ。で、台座をスタンドの底に、はめてあげて、手回しでもできるネジがついているので回してあげます。ただ、これね、立てるのがないからね、手回しだとちょっと回しにくいんで、マイナスドライバーがあるといいですね。マイナスドライバーでしっかり固定してあげましょう。緩いとね、やっぱり外れたりとか、ガクつく危険性がありますからね。で、しっかり締めてあげれば、組み立ては完了です。そして、PC と繋げて電源を入れたのがこんな感じ。見た目はスタンダードのエイサーのモニターって感じですね。下ベゼルにエイサーのロゴがあります。で、台座とスタンドは赤と黒のカラーリングですね。モニターのサイズは横幅が 55.5cm。高さ調整機能はなくて、高さは約 42cm。で、ベゼルは約 1mm。表示領域込みで 5mm って感じですね。で、スタンド性能がいまいちで、高さ調整ができないっていうのが微妙かな。この価格帯なら、スタンド性能はもうちょい欲しかったところ。台座はこんな感じでね、平面の V 字型でコンパクトなんですけど、スタンドがね、ちょっとチャチーかな。で、背面はこんな感じ。ギアスマークみたいな模様がかっこいいですね。ただ、入力端子は丸見えです。カバーとかはありません。で、左下にスティック型ボタンと、各種ショートカットに電源ボタン。で、やっぱりスタンドがちょっとね、ちっちゃくてチャチー感じがあります。ただ、100×100 のベサ規格には対応してます。スタンド性能がいまいちなのもあって、モニターアームを使った方が、モニターのね、位置調整が圧倒的に便利になりますね。で、モニターの色味ですが、IPS パネルだけあって、全体的に綺麗な発色です。ただ、ちょっと気になったのが、画面プリセットがデフォルトだとね、全体的に輝度が低いです。なので、最初にね、各プリセットの輝度を上げてあげた方がいいですね。60とか50になってるんで、ちょっと暗いかも。で、各プリセットの色味ですが、これが標準。アクション、レース、スポーツ。で、ユーザーは僕が輝度を100まで上げました。まぁ、ちょっとね、カメラの補正で明るくなっちゃってるかもしれないんですけど、他に比べて明らかに明るいです。で、グラフィック、エコ。で、HDR。HDR は PC 側でね、HDR をオンにしてあげる必要があるので、注意が必要です。あと、視野角は上下左右178度。こんな感じで、上から見たり、横から見ても、画面端のね、色味が変わりにくいです。奥までしっかり正しい色を認識できる。これも IPS パネルの魅力ですね。モニターの近くで見ても、画面の中央と端っこで色味が変わりません。で、角度調整は、一番上まで傾けると20度。一番下まで傾けると5度。これだけです。スタンド性能はね、非常に弱いですね。前後の角度調整のみ。高さ調整とか、左右の首振り。あとは回転とかは一切できません。自由な位置に配置したい場合は、モニターアームを使うのがいいですね。個人的にも、もうちょっと高めにしたいなって思ったので、やっぱり、アームを使いたいですね、僕は。入力端子は、左から HDMI 2.0 が2つ、ディスプレイポート 1.2 が1つ、3.5mm のイヤホンジャックが1つ、HDMI とディスプレイポート、どちらでも 165Hz 出力をすることが可能です。このモニターには、一応スピーカーが付いてます。音質はこんな感じ。まあ、モニター搭載スピーカーって感じですね。音質にはあんまり期待しない方がいいです。ちょっと軽く動画を見るとか、それくらいの用途にしか使えないと思いますね。音質を求めるなら、1000円とか2000円でもいいので、外付けでスピーカーを買った方がいいです。続いて、モニターのメニュー機能ですが、背面のスティック型ボタンを押し込んで起動します。順番に機能を見ていきましょう。輝度にコントラスト。で、ブルーライトはブルーライトカットですね。こんな感じで4段階で調節できます。ブラックブーストは画面の暗いところを明るく見せる機能。上げれば上げるほど画面全体が白っぽくなるんですけど、その代わり暗いところが見やすくなるので、FPS ゲームとかでは有利に働きます。ACM はコントラストの自動調整機能。HDR は HDR 対応コンテンツがめちゃめちゃ綺麗に映ります。このモニターはディスプレイ HDR400 っていう規格にね、合格してるので、安物の HDR 対応モニターよりもより綺麗に映ります。スーパーシャープネスは映像の輪郭をよりくっきりと映し出してくれる機能ですね。で、ガンマは基本的に 2.2 からいじらなくていいです。で、色温度もまあ基本はノーマルでいいですね。で、モードは先ほど見せた画面プリセットですね。色空間は色の規格です。sRGB とか REC.709 とか HDR とか EBU とか、まあ、結構ね、色の規格って色々あって、変えるとね、結構色味が変わります。グレースケールモードはオンにすると画面全体が白黒になります。で、6軸色配と6軸飽和に関しては、まあ、これは基本的にいじらなくていいです。色にめちゃめちゃこだわりがある人だけいじればいいと思いますね。オーディオはモニターのスピーカーの音量。あとミュートもできます。
そしてゲーミング反応速度表示ってすごい名前分かりにくいんですけど、これオーバードライブですね。応答速度を高速化する機能でオフ、ノーマル、極度ってあります。 FPS ゲームやるなら極度でいいですね。フリーシンクプレミアムは画面の破綻を防いでくれる機能、テアリングとかスタッタリングって呼ばれる映像のズレとかを防ぐ機能ですね。リフレッシュレート数はオンにすると現在のリフレッシュレートをモニターに表示できます。VRB はいわゆるクロス挿入ですね。オンにするとこんな感じで輝度がガクッと落ちるんですけど、映像のフレームとフレームの間に真っ黒のフレームを挿入して動きの速い映像の残像感を減らすことができます。今画面にね黒い線が走ってるように見えるのはこれはクロス挿入のせいですね。実際に見るとただ輝度が落ちただけでこんな風に黒い線が走ってるようには見えません。超低レイテンシはモニターの入力遅延を軽減する機能です。これは基本オンでいいですね。照準点はモニターの中央にレティクルをね、表示することができる機能です。レティクルがないゲームでは有利に働くでしょう。で、OSD はメニューの設定ですね。メニューの言語が最初は日本語になってない場合があるので、日本語にしてあげると吉。で、システムの部分に関しては基本的にいじらなくていいかな。特に特筆するところはありません。メニューはこんな感じ。最後に実際にゲームをプレイしました。プレイしたのは Apex Legends。モニター設定はブラックブーストをちょっと上げて、反応速度表示は極度にしてプレイしてます。 165Hz でヌルヌルだし、ブラックブーストのおかげで室内も見やすい。応答速度も 0.5ms なので残像感を感じるってこともなかったですね。ミドルスペック以下のゲーミング PC ならこれを買っておけば基本的には不満なく遊べると思います。ただね、やっぱりモニターの高さが低めなのでそこだけはちょっとプレイしてて見にくかったですね。このスタンド性能だとモニターアームを使いたいかな。ただ色味は非常に綺麗で美しいので、グラフィックとフレームレート両方重視したいオープンワールドとかアクションゲームとかにも向いてると思います。というわけで Acer VG252QLV BMII PX についてレビューさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、 165Hz フル HD のスタンダードなゲーミングモニター、 IPS パネルとディスプレイ HDR400 で美しい映像を出力、 IPS パネルなのに現状最速クラスの 0.5ms の爆速応答速度、 VRB によるクロス挿入やブラックブーストで FPS ゲームだってバッチリ。スタンド性能はイマイチなのでモニターアーム推奨。そんな感じ。実際使った感じ、 FPS ゲームをやる分にはこのねモニタースタンドの性能以外は不満はなかったです。スタンド性能も、まあ、高さ調整ができないんですけど、モニターアームを使えばね一発で解消できますしね。 FPS ゲームもやるけどグラフィック重視のゲームの映像美を楽しみたいとか、 HDR 対応コンテンツをよく視聴するっていう人、そういった人の需要には十分合うゲーミングモニターです。特に高リフレッシュレート&ディスプレイ HDR400 対応っていうところが推しポイント。 HDR 対応の映画とかをねよく見る人はゲーミングモニター選びの選択肢に加えてみてもいいんじゃないでしょうか。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!